2月12日の新宿区役所、無認可保育園にもっと理解をとお母さんたちに鋭く詰め寄られて思わず頭を抱える担当官。世は共稼ぎ時代とあって保育所の不足は深刻な問題です。新宿区上高田に住む長谷川さんも共稼ぎ、3ヶ月になるあゆみちゃんを毎朝無認可保育園に預けています。狭くて設備は貧弱、その上公立の3倍の料金も取られる無認可保育園が超満員。それというのも東京にある650カ所の公立保育園では需要の半分も収容できないからです。こちらは公立の青山保育園。一人一人決められたベッド、スペースのある遊び場、これらは公認の資格として基本的な条件です。無認可保育園に補助を与えようという見延知事案には、一部から憲法違反ではないかという反対が持ち上がりました。無認可保育所をお金を貸してあげたり、その他の手助けをして、できるだけ早く一定の基準に合って公認の保育所にして差し上げたいと。都議会の各党へ陳情する母親たち。保育園は働く母親にとって欠かせないものだけにみんな真剣です。この子たち一人当たりわずか1000円の補助が今や憲法論争まで巻き起こしています。